結構キャンプ代も金かかってますか？いや、そこまで多分、今のところ多分15万ぐらいしか。嘘でしょ。それしか、こんなわけないでしょ。いやいや、ほんまですよ、ほんまに。かかってても多分、15万も多分いってないと思いますよ。これテント3つ目なんですけど、うん、それ以外のあの、細々としたものを買ったぐらいで、そうですね、今のところは。だから15万しかかけてないですか？それ、うん、それぐらいですね。15万もかかってないような気はしますけどね。テントとかテーブルとかで、ね、そのぐらいいっちゃうんじゃないですか？うん、いや、テントが多分これが2万ぐらいで、もう1個も2万の、もう1個が7000円ぐらいの、だから、まあ5万以下ぐらいなんですよ、うん。で、テーブルも結局自分で作ってるから、そんなにかかってないんですね。そのテーブル自分で作ったんですか？はい。自分で作ったらでも2000円ぐらいでいけるんですよ。これね、めちゃくちゃ使いやすい。厚み見てください、このアルミの。あ、ほんとだ。こうなってます。これなんか普通ステンレスとかの厚みですよね。うん、これちょっと、こうやってこれでポップコーンも作れるし、こうやってご飯も炊けるし、さらにもなるし。ダイナがなくてもこうやってこうやって気持ちよく。ああ、いいですね。かっこいいでしょ、このこういうやつなんですよ。あ、これフランス製ですか？これフランス。これフランス軍の。フランス軍。本当は第二次世界大戦ぐらいに使ってたようなやつなんですけど、原井さんに言うやつなんですけど。軍物は本当に、ね、丈夫でいい。そうですよね、うん。丈夫じゃないと話にならないですよね。うん、アメリカ軍のやつもあるし、あのいろんな国のやつあるんですよ。ドイツとかフランス。そうなんですか。わあ、すげえ。これ弁当箱みたいな。かっこいいですね。ガンガンこれくべられますから。もったいなくないですもんね。これね、今お話を聞いて、ちょっと。いいでしょ、それ。うん。僕も買わないとなって感じなんですけど、このね、わかるかな、傷がついたりしてるんですけど、これがまたいいですよね。傷がついてるのがまたいいっていう。これいいわ。この中に3つの、メスティンみたいなものが入ってると。本当に群毛だけガンガン使ってほしいですね。これかっこいいな。焚き火フライパンというやつなんですけど、こうやってガンガン焼けるんです。この、 あの先っぽだけはまた別の。どうですか、これ。これ こっちはこれで売ってるってことですか？そうあ、これでこう何でも料理できるんですよ。フライパンも惜しげもなく鉄のフライパンで焼けば焼くほどいい色が出てくる。あ、一生もんですよ、これ。焚き火に直にやってるってのがまたいいですよね。これがいいですよ、惜しげもなく。テフロンじゃないから全然これダメにならないですから。あ、油が染み込めば染み込むほどどんどん良くなってきますから。さっきこれであのピザ作ったやつです。これ、あ、これでやったんですか？ね、へ、これ見てください。これがそこらから枝取ってくるじゃないですか、はいはい、枝を切ってあのナイフで切ってここに刺して使うやつなんですよ。はあ、の絶対あの絵ついてると絶対邪魔くさいじゃないですか、あの持ち運びに。はいはいはい、はい、だからこれこのコンパクトにここの部分だけで、あとは地元でここを絵をあのちょうどいいやつをやって、こうやってあとこれでこれまあ2つ作ったんですけど、こう作って、あとここはフォークで刺してここに取れば熱くなっても大丈夫なの。ああ、なるほど。はあ、この蓋も自作ですか？自作。へえ。ここ切っただけです、アルミのやつ。で、ここに蓋にこのねじ切ってこれで。はあ、はあ、はあ、はあ。こうやって作ったりするんですね。そうそう。こうすると、餃子とお腹も全部これできますから。あ、餃子いいですね、これで、ね。あと餃子もできますから。あの、ほんまあれだったんですよ。さっき、あのピザもらったじゃないですか、ええ、ピザもらった時にピザがほんまカリカリだったんですよ、ええ、でこうやってあとこの下にこう突っ込められるやつだったらここにこういうふうにやってここに、あ、上もカリカリに焼けるんですよ。でこれでもできるじゃないですか、これ。あ、なんか高さがあるからできそうではあるんですよ、ね、あ、できますね、これね。こうやって突っ込んでこうやればきれいにできるんですよ、こういう薄い。へえ、こういうふうに焚き火に突っ込むとかっこいいじゃないですか、こういうふうに。いや、いいっすね。あと洗ってオイル塗っとけばもう全然ずーっと使いますよ、これ。あのスキレット使うみたいな感じで。そうそうそう、最後はオイルって、洗剤で洗って、あとあのオリーブオイルでも何でもスーッと塗っとけば。あ、
なん絶対これです。これはだから手入れもすごい楽、うん、楽ですってことですよね、うん、錆びないようにすれば。これファイヤーボックスナノっていうやつなんですけど、はい、これかわいいんです。これかわいいんですか。あ、本当だ。これね、こうこういうふうにやれば、こういうふうにやって、あ、こんなちっちゃいんですね。ここに穴開いてるじゃないですか。はいはいはい。ここにあの薪をこうに、薪をこうに、あ、落ちてる薪をこう入れて、だん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 どんどん詰めていくんですよ。はははははは。それこれでこうやって、こんなんでもできちゃうってことですか。できるんですよ。へえ。そしてこれはあの、これのいいところはアルコールストーブってわかります？はいはいはい。アルコールストーブ。アルストもこうやって使うんですよ。あ、その中にちょうど入るんですね。そうなんです。それでこう氷もできるし。こういうのどんどん詰めて、ここにあの、はいはいはい、焚き火入れて燃えたらどん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 ここに奥に入れていけばいいっていう。そしてこれがその、その台になってるんですけど、下にダメージ与えないように、ははははこういうのもあるんです。そんな感じになってるんですね。だってこれ、これがあるんですけども、これはここに刺して、はい、あのフェルトに刺してここに風よけにするやつなんですけど。なるほど、風防になるんですね。そうそうそう、こんなのもあるんです。